みなさん、こんにちは。こんにちは。お外には危険がいっぱい。ブーン。怖い。でも、交通ルールをしっかり守れば大丈夫ですよ。やったー。あれ、何か書いてあるよ。本当だ。みんなで一緒に読んでみよう。はーい。せーの。道路を歩くときのお約束。大切な交通ルールの一つですよ。しっかり勉強するんだぞ。はーい。ネズミくんのサッカーボールが道路にコロコロコロ。危ない。危機。道路には絶対に飛び出してはいけません。クマちゃんが道路を渡る前にストップしています。必ずストップすることがとっても大切なんですよ。トラくんが横断歩道を渡っています。横断歩道がある道では必ず横断歩道を渡りましょうね。犬くんが信号を見ているよ。みんなは信号のこと知っているかな？知ってるよ。信号には丸い信号と四角い信号があります。四角い信号、歩行者用信号といって、みんなが渡る時のための信号です。青の時はどうしていますか？渡る。青は渡ってもいいんだけれども、右左右、手を上げて渡るようにしてくださいね。手を上げるのには3つの意味があります。1つ目、みんなはちょっと体が小さいけれども、手を上げると体が大きく見えます。2つ目、車の運転手さんに今から渡ります合図になります。3つ目、車の運転手さんに止まってくれてありがとう、お礼の意味もあります。信号を渡るときはちゃんと右左右、手を上げて渡るようにしてくださいね。黄色い信号は丸い方は黄色があるけれども、四角い信号は黄色の代わりにパカパカパカついたり消えたりする信号が黄色と同じになります。黄色の時はどうしてますか？注意して渡る。でもね、黄色い信号すぐ赤に変わっちゃいます。渡らないでくださいね。赤信号の時はどうしてますか？止まる。赤は絶対に渡ってはいけません。青信号まで待ってくださいね。うさぎちゃんたちが右左をよく見て、車が来ていない時に渡ります。右左の安全確認を忘れちゃいけませんよ。はーい。ゾウくんが止まっている車の前を渡ろうとしているよ。危ない。危機。止まっている車の前や後ろではみんなの体がかくれんぼしちゃって、車のドライバーさんから見えないんだよ。ブタちゃんが歩道を歩いているよ。歩道がある道では必ず歩道を歩きましょうね。キツネくんが道路の右足を歩いているよ。歩道がない道では必ず道路の右足を歩きましょうね。ハネくんが道路で
お絵かきしているよ。危ない。キキ、道路では絶対に遊んではいけません。道路を歩く時のお約束、信号のことや歩く場所やしてはいけないこと、いろいろあったけど、しっかりお勉強できましたか？はーい。知らないこともたくさんあったよ。信号はちゃんと守ってるよ。これから気をつけます。交通事故に遭うなよ。はーい。おしまい。